1880年に描かれた、マンカスター城・城マンカスター・城は、イギリス、湖水地方にある私有城。カンブリアの南西、バローイン・ファーネスから北へ35マイルほどにある、町レーヴングラスのエスク川沿いに立つ。ブリタンニア時代の1208年、マンカスター・城は、ローマ人の手によってエスク川周辺を守る砦として、建設された。 レーブングラスの港は遠浅で水深が浅く、敵の大型船が入りがたいという理由があった。城は800年来マンカスターの地で続くペニングトン家が所有し、庭園には世界中の植物が集められている。マンキャスターという名の由来はラテン語のカストラにあり、ヤエッチや鳥出といった意味がある。中世紀に幾度かの修復が行われた後、 19世紀に第4代、マンカスター男爵の手によって、当時の最先端の流行を取り入れたファッショナブルな、城に改築された。現在のマンカスター城は、湖水地方の観光地の一つとなっており、宿泊施設、レストラン、土産物や、袋センターなどが併設されている。ジョン・ラスキンはこの城を、パラダイスの入り口と表現しており、19世紀には、 すでに有名観光地であったことが伺い茂る。1887年に開設された、ロ労センターは、世界フクロ労協会の拠点でもある。また、マンカスター城は、イギリス有数の幽霊屋敷でもある。エリザベス朝時代の装飾が施された寝室には、同化し、トムフールという幽霊が、たびたび出没することで知られ。 城のガイドを務める男性もその寝室で幽霊を目撃したという。2006年にはイギリス国内初の幽霊教室が開催された。ありがとうございます。